めげない人がない。おやすい。はい、今回の動画は、ワイズシマルズプロジェクター世界カラフルステージやっていきまーす。イエーイ。1箱定価はね、7,040円。結構するんよ。そうだね。高い。で、もうバイスね、買い慣れてる人、見慣れてる人からしたらもう分かってはいると思うんだけど、うん、なんと、ワンカートンに1枚しか存在しない SSP という、超最強レアリティの、あの、カードが存在するんですよ。はい、今回 SSP の下に、いつも SP、あの、枠があるのが、今回 VR っていう枠になってるんですよ。多分バリューセットではない。バリューセットって。で、それがなんとね、カートン内、18ボックスに2枚。いや、少ないなんですよ。だから SSP と合わせても18分の3が VR 以上だ。4万円ぐらい課金してようやく1枚出るか出ないかの確率っていう、相当えぐいよ。SSP 26種もあるんですよ。だから仮に引けても、そっからじゃあ推しが出るかって言ったらもうね、ないよ。狙いの方を先にね、言っておきましょう。まあ、狙いって言っても推しになるんですが、で、YS が、あの、ミクと小羽ちゃん。うん、で、筋肉がもうミク。で、レオナが、白ミクとルイ君。はい、というわけで、なんと、今回ご用意させていただいたボックス。はい。5ボックス3人で今からボックス決めをやります。はい。で、レオナは余ったやつでいいって言ってるんで、うん、俺と筋肉でじゃんけんして、勝った方から選んでいくか、交互に。そうだね。最初は、うん、じゃんけん、はい、あいこでしょい、あー、よし、幸せをつかみたい。よし、そこね、オッケー。じゃあ、俺行くよ。はい。じゃあ、これで。はい。はい。はい。じゃあ、もう、YS が1ボックス目、とりあえず、開けます。初版なんで、PR カードが1枚、入ってます。せーの、どちらですか？はい。はい、ビビブスの PR カードでした。おー。はい。ってことは、そっか。ユニット5種類のどれかって感じだね。まあ左列の1パック目から順番にダイジェストでお届けいたします。パッケージはこんな感じね。ちょ、カードぼやけるんで、こっから俺らの顔面消えます。アングル変えます。はい、さよなら。バイバイ。はい、じゃあ行きますよ。はい。あ、ミクかわいいね。ただのレア。はい。まあ、相変わらず、最後の1枚は、横。この体勢結構辛いね。いや、みんな可愛いな。はい、じゃあ次行きましょう。意外とこの、うん、コモンカード、背景がすごいシンプル。ああ、いいね。単体じゃなくて、こういうなんか二人とか描かれてるのもすごいいいですね。すげえな、生首持ってるよ。怖っ。どっかにあんのか、光り物が塊。ね。いきなり出るよりさ、後半に出た方が。まあね、ね、楽しみは取っておきたいよね。テンションも上がるでしょ。いやー、マジ頼むよ。いや、小羽ちゃん今さりげなく出てたけど。いや、これね、何が怖いってね、急に来るんよ。そう、そこなんだよね。もう普通に流れ作業みたいな感じで、こうやって開けてる。と、ちょ、怖いよね。びっくりしたよね。なるほどね。SR だよー。はい、ここに来て、ようやく光り物、SR の真冬ちゃんです。いや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 、ほら、言ってたそばからだよ。急に。どうした？連番。連番体ありって感じだよね、これね。隙を生じない。すごいな。こんなこともあるんだね。あー、白ミク、やっぱいいね。かっこいいわ。せめてさ、VR1 枚でも見てみたいんすよ。そうだね。一応6ボックス分の1なんで。はいはい。まあ、可能性ね、ワンチャンあるかなっていう。まあ、もちろんね、1番は SSP 欲しいっすけど。どうやらボックス内に光り物最低2枚は入ってるらしいので、うん、もう1枚ね、どっかにいるはずなんだが、出てこんのよ。お、これそうなの？これトリプル R ですね。そうだね。はい。ダブルレア、4枚目。4枚目か。ダブルレアー。何の歌？ダブルレアの歌。まんまだった。まああとはダブル R がどうやらボックス内に、まあ4枚か5枚。
今4枚出ちゃったんで、そうだね、うん、多分ね、もうないと思うんだよねこのパターンね。あー、 VR がワンチャンあるんですよ。いいぞ。法則的には、うん、ただなかったらもう何もない。何もない。うん。ダブル R 以上すらない。あは。ダブル R 5枚目ですね。おお。はい。ってことはもう厳しいですね。ダブル R 5枚出ちゃうと。ぬおお。終わった7000円。いや怖っ。本当に、まあでも一番くじ10連とどっちがいいかっていうとちょっと何とも言えない。あ、まあそうだね、うん。カードの枚数で言えば結構多いから、まあね、買うなら1ボックスっすよ。普通そうだね。うん。1ボックスだったらほぼほぼ被らないじゃん。あ、そう。複数ボックス被ったらね、もうコモンアンコモンがもう被りまくるんだよね。ここ怖いとこ。はい、では2ボックス目の開封なんですが、もうすでに筋肉だけがもう中身見て、光物、つまり SR 以上。の入ったパックのみを残してもらって、で、PR がまだ見てない状態です。はい。なんで、今から PR をまず見ていきましょう。はい、行くぜー。せーの、ほいさ。逆に、逆に、じゃないほい、じゃあ次行こう。いやいや、なんだ、今なかった流れです。はい、じゃあ3パック。はい。SR 以上が3つ出ましたと。はい、そうでーす。1個目から。はい。行きましょう。はい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 。お、それか。これです。おお、すごい。トリプルある。そう。素晴らしい。生首。生首。じゃあ、二つ目。はい。いきまーす。ほいよ。ほい。ほい。ほいと、レン。おお、ここで、なんだこれは ?S? え?どっち ?SR。SR?VR って書いてある。出ました !VR! いつ出してたの?VR! おい引いたんかい出たんよモアジャンの、はるかちゃんですね。あ、すんごいもう虹色に輝いてんね。あ、でもさ、SP と違ってサインがない。そういや、おめでとう。ありがとう。よかったよかった。ねえ、出た出た。ここもだから全キャラいる中の、うん、はるかちゃんなんで。あ、そうだね。もうここピンポイントで狙うのマジでむずいかんね。無理でしょ、ほんとに。うん。土の子。よい、失礼だぞ。土の子だ。はるかちゃんに失礼や。次もうできれじゃん、もう SR じゃん、どうせ。てかさないでくれよ。こっちだって、ねえ、ドキドキワクワクしてたんだからよ。い、まあまだね。いつ出るかな。おお、SR。どうですか、この SR。これですよ。そう、それを引いたのよ。一緒やん。これすげえな。で、僕見越しでしょ。確かに。これ出て、うん、もう嬉しい。嬉しいのなんのこっちゃ。ね。やっぱ推しだよ。そういう方。はい、比較でーす。白の中にも背景があるっていうのかな。よーく見るとね、この辺が多分一番わかりやすい。うん、反射するときにただのレインボーじゃなくて、じゃなくてツルツルじゃないよ。こっちツルっぽげです。あ、こっち見て言うな。ダイスの2ボックス目の、はい、PR カードと光物2パックです。はい、じゃあまず PR いきますよ。はい、お願いします。かぶりだけはやめてほしい。そうだね。いきます。せーの、はい、はい、どうですか。おっと、これはかぶりですね。俺が選んだ2ボックスがかぶったっていうものの見事に最悪なパターン。はい、じゃあ2パックいきます。まず1パック目は、うん、いや、いつ来んだろう。おう、これだ。はい、ここで来ました。それでトリプル R のトヤくんでした。はい、はい、2パック目いきます。はい、お願いします。これが YS の最後の光物です。光物、光って輝いてピカピカ。そろそろか。はい、というわけで、SR でした。ーいやー、渋い渋いね。 PR 被るし、おーおー、まあ、トリプル R がね、2枚出てくれたっていうのは良かったけど、いや、でもね、筋肉の2ボックス目、はい、はい、こちらに、PR カードと、で、今回光物は2袋、うん、ありました。 PR カード行きましょう。行きます。せーの、ミクちゃん来て。ふい、ミクん、ルイくんですね。ルイくん、あー、そっか、ワンダショーだからルイくんいるわ。えで、残り2パックが何事もなかったようにまた続け。よいしょ、じゃあ行くぜ。はい、はい、はーい、イエース。
さあ何が出るかな。そうですね、光り方に違和感があれば110番。おっと横向きってことはトリプルある。そうです、トリプル結構出るんだ。出るんだよね。続いて2袋目いきます。はい、2パック目いきましょう。おいしょ。はい、ネコミック。それは SR。 はい、はい、SR でございました。ちょっと待って。はい、なんと、お、金のエンゼル。これはエンゼルじゃねえって。それチョコボ、チョコボ。どうしてさ、あのさ、缶詰もらおう。なので負けではないと思ってる。うん、勝ちでしょ、むしろ。まあ、大半の人は負けなんだけど。これ勝ちじゃないんで。それではいよいよラスト、レオナが選んだボックスです。はい、こちら、あ、見せちゃった。バカモン。こちらPR カード1枚と、はい、2パックです。光り物が SR 以上がね、はい、これを上げていきます。はい、じゃあ プロセカっていうかバイスの開封の動画撮り慣れてないからさ、むずい。これやまね、やってみろよ。怒んないよ。はい、じゃあまずは PR からいきます。せーの、はい。おっ、あっ、どんだけ偏るの。被るな。2ペアできました。はい、ま、こっちも大事なんでね。そうだそうだ、この2パック開けていきますよ。ブドウで、レオナのね、ルイ君も見れてないんで。そうだそうだ、光り物で。はい、じゃあ行きまーす。お願いします。おい、うん、さあどうだー。いいよー、 SR でしたー。 SR マジかー。はい、というわけで本当の最後の光り物パックいきます。はい、はい、さあここででも見せたら、うん、マジで激アツ展開よ。そうだね、激アツよ。さあ皆さんに素晴らしいエンディングをお届けしましょう。じゃないの、おお、ハードル上げていく。大丈夫か。んおおー、 SR ーレン君。はい、というわけで以上35,200円でした。言うな言うな。下手したら5ボックス買っても VR もそもそも出ない。おー、そうだそうだ、確率もまあまああった中で、はい、しっかり1枚ね、あの VR 引いてくれたんで、いいタロ、まあ良かったかなっていう感じです。うん、最悪なシナリオは免れたね。避けた避けた避けたんでね、まあ、そこは良かった。はい、うん、まあでもね、こんなもんです。なんでまあ現実見せれたかなって思います。うん、はい、もちろんね、いい引きをする時もあれば、もちろん5ボックス6ボックス買っても、うん、クソつまんない流れになることもあるんよ。おーおー、でもそれがやっぱ現実だし、そうだね、そのリアルをみんなに届けたいっていうのが、うん、まあ、俺の気持ちなんで、あ、まあ、今回もね、まあいい感じになったんじゃないですか。そうだね、うん、はい、というわけで、まあ、皆さんね、もしよかったら、バイスのね、今回のプロセカのカード、うん、買った方、ぜひ、うん、何が出たかとか、ね、あ、そうね、気になる気になる。当たった人はね、特に書いてほしい。そう、書いてほしいよね。で、SSP とか、もし当たった人いたら、うん、キャラクターの、ね、名前とかもね、書いてほしい、ね。そうだね、うん。うん、すごい気になるんで、皆さんの結果もね、もしよかったら、書いてください。お待ちしております。お願いします。はい、というわけで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル、いつもギャンブルやってますので、ギャンブル好き。方よ。ギャンブル好きな方は、ぜひ、下からチャンネル登録と、高評価、ポチッとよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。せーの、ちょっ。世界は喜びが溢れている物語。